それについてご意見がございましたらよろしく。委員の方から年度というふうにちょっとご発言がありましたので、時期が私たちと違うのか、担当部と市長の答弁が違うんで、制度はなくすということでいいですね。独自の解釈は控えていただきたいんですが、だいぶオブラートに包んでやんわり言っただけです。従業員の補助をするいうことなら、所属廃止されるいうことですか。多分山本委員は理解されとらんと思うんですけど、今年度からもうすでに始まっております。ご理解いただけましたでしょうか。2、3質問したいと思いますが、今、皆さんが言われた109ページの合葬墓の件で、どうもちょっと腑に落ちんとこがあるんで、質問させていただきます。社会的な流れでですね、墓じまいをしたりで、一代限りの納骨をして、やってくるような今傾向になっとるんですね。でそれをあえて社会的には 民間企業民間がですね、そういう取り組みをされて、で墓納骨をされて一代限りで終わりと、こういうような状況の流れがある中でですね、困ったけ公営でですね、そういう施設を設けてほしいと、こういうことがあることに対して、そういった社会的な流れは全く踏まえられとらんのかのいうふうに思うんです。で、一時期的にはできた時点ではそれは需要があるかも分かりませんけど、今の流れから言ったらいつまでも需要があるとは思えんのですが、公的にですよ。そこらはどういうふうに判断されたんでしょうか。はい、若狭課長。先ほども少しご説明しましたが、その市民アンケート、市民モニターアンケートを取った結果でも、今後、墓の守りをしていくコア層、主な年代としての40代、50代、60代ですね、の方が、特に50代 40%、60代 40% が合葬墓が利用したいという思いを持っておられます。若い世代の方につきましては、まだ墓の森、墓じまいということがあんまりピンと来られてない方が多数おられるとは思いますが、実際墓のことを考えておられる、主な年代層にとっては合葬墓があれば利用したいということがありますので、今後もこのニーズについては、十分あると考えております。以上です。はい、山本和弘委員。民間の動きの方はどういうふうに捉えられましたか。はい、若狭課長。実際、安芸高田市内のお寺のことをおっしゃっておられると思うんですが、安芸高田市内のお寺、三好のお寺と一緒に、永代供養墓とかですね、そういったものを作っておられるということは承知をしております。ただ、そういう宗派が違うというような方もおられ、そういった方も市営の合葬墓であれば、安価で、安心して利用できるというメリットがあると考えています。以上です。はい、山本和弘委員。自分が今思うのはね、将来公的に保障するような施設じゃないのというふうに思います。同じ話を押し問答するようになるので、これはやめます。で、89ページ、人権推進事業費の18節の補助費にですね、地域おこし協力隊員活動助成金のがあるんですけど、地域おこし協力隊員がこの費用の中に配置されるんでしょうか。委員長。はい、原田課長補佐。地域おこし協力隊員の住居の部分の補助と、それから光通信を、通信料の部分の補助ということで、この補助費を計上しております。はい、山本和弘委員。従業員の補助をするいうことなら、その協力隊員がこの人権推進に要する経費の中に所属配置されるいうことですか。委員長。はい、原田課長補佐。本年度、昨年の10月1日からベトナム人コミュニティを作るということでですね、すでに地域おこし協力隊員が配属されています。以上です。他に質疑は。はい、どれぐらい副長。地域おこし協力隊員の配置のことがちょっと多分山本委員は理解されとらんと思うんですけど、昨日の、企画の方の、質疑であったようにですね、雇うのは一応企画の方で雇っておりますけど、配属が今あるのが広報で言います広報に1人、それから、社会環境課の方で1人雇用しております。その関係の住居の手当の補助、それから先ほど言いましたインターネット等の補助をするんで、これは決して今年始まったわけでもありません。すみません、新年度で始まるわけでもなく、今年度からもうすでに始まっております。ご理解いただけましたでしょうか。はい、山本和弘委員。ちょっと仮名は済みましたが、国際交流の関係での配置ですか。ベトナムの方を配置したいのは。はい、徳さん、課長補佐。秋田方市に現在1000人以上の外国籍の方が居住されています。その中で特にベトナムの方が今増えているということで、それでベトナム人コミュニティの構築ということで、協力隊員を配置したという経緯がございます。以上です。他に質疑はありませんか。はい、南沢委員。111ページの人海処理に要する経費のところで、18節の負担金補助金のところですね、リサイクル推進補助金のところがあると思うんですけれども、資源回収がこのところに当たるのかなというふうに考えるんですが、資源回収について、これまで回収に回ってくださっていた業者の方が、今年度末をもってですね、回収事業の方を、から撤退されるというような情報が流れておりますが、このあたりについて、今後、市の方でどういう対応を取られるのか、指針があればお聞かせください。はい、若狭課長。委員ご指摘のことが、現在、秋田方市としても、小備の級での検討課題だと認識をしております。そのために、2月に、その地元のそのリサイクル業者が、各回収団体、秋田方市内に140の回収団体があったんですが、そこにもう回収に行くことが、ドライバーがいないので、人的な資源がないので、取りに行かれないということで、各その140の回収団体が困っておられるという状況が発生しております。そのために、現在はそのリサイクル業者さんは、直接持ち込んでいただければ、今まで取りに行っていた車代、人件費などもかからなくなるので、直接、これ、吉田町の業者ですが、直接搬入していただければ、買い取り費用も高く買い取りますということで、このリサイクルの事業自体をやめられるわけではありません。その業者さん、あるいは市外業者さんも踏まえ、市として検討した結果、各町域に1か所ずつ、市が直接やる事業ではなくて、そもそものこの事業が、回収団体とリサイクル業者との契約という形になりますので、それに対して、リサイクル補助金ということで、古紙はキロ5円、アルミスチール、ペットボトルに関してはキロ10円、市が補助金を出しているという、市の関わりは現在そういう状況なんですが、ただ、1か所に集めれば、リサイクル業者も取りに行くことは可能ということを言っていただきましたので、それに合わせて、現在、市としては、例えば高宮町に1か所、緑町に1か所というような形で、各町に集積できるようなことを考えております。ただ、八千代町、吉田町に関しましては、現在民間のスーパーなどで回収されている部分もありますので、例えば、一番古紙がその回収のキロ数で言いますと、8割ぐらいが固紙が占めます。残りの2割がアルミスチールペットボトルというふうになりますが、その固紙に関しては吉田町のスーパーあるいは八千代町の産直市に置かれている回収箱に入れていただくということを考えております。そういった形で市全体を考えている状況です。以上です。はい、内藤市民部長。委員長、はい、ちょっと補足をさせていただきます。今、課長が申し上げたような形で、こちらの市の方としても、後押しをさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、具体的には、秋田方市内にあります公衆衛生推進協議会の各支部、それから、各地域で組織されています振興会の連絡協議会、そういった団体に対しまして、この資源物の新たな回収の仕組みづくり、これをまた今の回収拠点の集約化、このあたりも進めていただけるよう働きかけを行っているという状況です。で、まだ最終的に方向性というのは固まってはいないようですけれども、方向性とすれば、おおむね1箇所の方で新しい仕組みづくり、回収拠点を決めていただき、新たな動きが4月1日から取れるような準備が着実に進んでいるというふうには伺っております。以上です。はい、他に質疑はありませんか。はい、南沢委員。はい、市の方で対応を進んでいるというふうなことは、今確認できたんですけれども、もしこの仮にその集約ができずにですね、各家庭が、ペットボトルや缶ですよね、そういったものをゴミとして出すようになった場合にですね、きれいセンターの方の処理量が増えるのかなと思うんですけども、そういった際はどの程度その処分費が増えるというふうな見込みになってますでしょうか。はい、若狭課長。委員ご指摘のことは実際考えうる話でございます。仮に現在の、資源回収団体がすべてきれいセンターへの有料のごみ処理という形での搬出をされた場合には、約1800万円の処理料がかかります。それに対する秋田方市としての負担金は290万円程度の影響があると見込んでおります。以上です。他に質疑はありませんか。はい、山本勝委員。はい、先ほどの南沢議員の質問の中で関することなんですが、リサイクルの収集廃止については、年度当初からもう、業者から各地域に通知がいっとると思うんですよね。だけど、八千代町の方には全然市からの、先ほどの説明があったような、今検討しとるというような話がありましたけども、全然話が来てません。収集業務は3月31日で終わると言われとるんですよ。4月からどうするんですか。で、この予算を上げといて、その対策の仕方を考えてない、どういうふうなことをするのか、考えなしにこの予算を上げとるのか、各庁に対する収集に対をどのような方法に変えていくのか。早々にしないと間に合わないと思うんですよ。4月からずっと溜まっていくのか、個人でやるのか、そこのスーパーへ持っていけっていうのか、そういう全然何も決まってないところがたくさんあると思うんですよ。それについては各地域に対する説明はどのようにされてるんですか。はい、若狭課長。ご指摘の件、地域としての憂慮されているという状況も市として認識をしています。遅ればせながらではありますが、4月1日から、皆さんがですね、資源回収がどうしても高齢化などによりやめるというようなところもありますが、極力そういったやめられるというところがないようにするために、先ほども説明しました各町域ごとに1箇所程度を集約してということで、今、市は動いているんですが、そういった動きをできるだけ今月中には少なくとも、できるだけ早い時期でですね、各6町、高田は除いても5町の今のその資源回収団体としての登録団体に対して説明会をすることを現在考えています。以上です。はい、引き続き内藤部長、はい、少し補足をさせていただきます。この補助金の方へ、すみません、予算の方へ計上してます補助金ですけれども、地域の資源物回収団体が自発的に取り組まれるこういった資源物回収に対して市の方で申請があった場合に補助をする制度となっております。市の方で積極的に何か働きかけをしていくという仕組みにはなっておりません。ただこの資源物回収によりまして地域のリサイクルできるものがしっかりとリサイクルされてくるということに対して先ほど約290万円の負担金が増というふうに申し上げましたけれども、その部分に対して約186万円程度の補助金を交付していますから、その差100万円以上の削減効果というのが出ていますので、こういった取り組みがやはり地域の方で衰退していくこと、これはできるだけ避けたいというふうに考えております。その上に立って、繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げた公衆衛生推進協議会とか、地域の振興会、連絡協議会などへ、なんとか新しい仕組み作りを作っていただけないかという働きかけをさせていただいたところ、複数の町域において、そういった動きがあり、4月から新しい仕組みができるというふうな報告も受けているような動きです。ですから、はい、ですので、そういった地域での促しを今させていただいておりますので、そういった自発的な動きというところに我々としては期待をしているところであります。一つちょっとお確認するんですけども、先ほど通知が来たというふうにおっしゃっていただいたんですが、いつ来た通知でしょうか。それちょっと確認をさせてください。じゃあすいません、山本雅也さん、どんな通知でいつ来たかを。収集廃止の通知は、私が見たのはつい最近です。担当者の家が亡くなられて、その通知、文書は見てませんでしたけども、各よその地区の情報として、1月中には通知が来てたというふうに聞いております。はい、1月以降、うん、それで、先ほども言いましたけど、このリサイクル収集業務いうのは、10年ぐらい前からですかね、市が始めたもんだったと思うんですよ。それで私は市へ申し込んで、収集道具を市から預かって収集をしてきたわけなんですよ。で、先ほども課長がおっしゃいますようにね、今からやったんじゃもう4月からじゃ間に合わんのですよね。もっと早く対応するべきじゃないかということを言っておきます。だからそのぐらい対応を早めにしないと、リサイクルは一部は幸田町はもう1箇所に集めて収集するように昔からやっとるらしいんですが、他の地区はまだ今話し合いしとるところもありますし、話し合いで決まったところもあります。全然八千代町の方は全然話が聞いては進んでない状態だと聞いておりますので、早々に対応を願いたいと思いますので、よろしくお願いします。それについて答弁がございましたらよろしくお願いします。はい、内藤部長。はい、はい、ありがとうございました。先ほど確認をさせていただきましたのは、委員の方から年度というふうに通知が来たというふうにちょっとご発言がありましたので、時期が私たちと違うのかなということで確認をさせていただきました。我々も委員がおっしゃいました2月です。はい、2月初めの通知を確認をしておりますので、時期は一緒ということです。で、どの地域におきましてもそこから働きかけをさせていただき、今に至っているという状況で、すでに繰り返しになりますけども、緑、高宮、向原の地域では新しい組織化ルールというのが少しずつできつつあるというふうに報告を受けておりますし、4月1日からスタートできるというふうなところも聞いております。で、社会環境課の方で把握している情報ですけども、八千代町域におきましても八千代町の公衆衛生推進協議会八千代支部の方で少し対策が何かできるのではないかというふうな検討がされていくような情報もいただいておりますので、そのあたりと協力をいただきながらこういった新しい仕組み作りへの取り組みを進めていただければというふうに考えております。以上です。はい、他に質疑はありませんか。はい、山本和代委員。83ページ、上段になると思いますが、18節の障害者自立支援介護に要する経費の18節ですね。昨年まで手話通訳、要約、筆記資格取得補助金とか、自動車運転免許取得事業補助金とかいうのが、金額が少ないんですけど、あったんですが、もう廃止になるんでしょうか、それとも該当者がおらんので、予算がないんでしょうか。どうしましょうか、どうでできますか。はい、岡野課長。自動車免許の取得の方に関しましては、過去5年間実績が申請というか利用がないという状況がありまして、あと手話通訳のその受験料の負担ですね、そこの補助であるとか、そういったところはないことはないんですけれども、ただこれがあるからでは手話通訳方針を目指そうとか、そういったところにですね、なかなかいわゆるちょっと効果的に薄いというものがありまして、そこまで至らないところがありまして、それで今年度は、そこのところをもう少し、効果のあるものをできないかということもありまして、見直すということでこの度は計上しておりません。はい、山本和弘委員。利用がないんで、予算せんかっただけで、制度そのものは残すと、こういうことですか。検討を加える部分もあるんですが、制度そのものも全く廃止ですか。はい、岡野課長。この補助金にかかる要項改正はまだ行っておりませんが、ですので要項的にはありますので、事業があるという形にはなりますが、ただ状況を見てより効果のあるもの、または効果が少ない、またはないと判断しましたら、事業の廃止ということも含めて必要なもの、そうでないものというところで検討をしていきたいと思います。以上です。はい、石丸市長。はっきり申し上げますが、効果がない補助金事業は打ち切ります。当たり前の話です。さすがに議員の全員分かってると思いますが、それやっていかないともう町持たないですよ。はい、他にはい、山本和弘委員。担当部と市長の答弁が違うんで、市長が上位になるんで、制度はなくすということでいいですね。いや、どうしよう。はい、石丸市長。独自の解釈は控えていただきたいんですが、担当課の方で申し上げたのは、だいぶオブラートに包んでやんわり言っただけです。気を使っての発言です。で気を使う必要がないので、私がはっきり今言ったまでです。笑っていらっしゃる方もいるので理解されたと思います。はい、